どうも、八木島です。今日はこれ、ドラキュラ、この話をしていこうと思います。それでは、やっていきましょう。このドラキュラ、この作品は、1992年に、コッポラ、フランシス・フォード・コッポラが、世に送り出した、作品で、まあ日本ではもうね、ドラキュラっていうタイトルになっているんだけれども、実はこれ現代としては、ブラム・ストーカーズ・ドラキュラって、原作者の名前が入ってんだよね。ドラキュラの物語の原作者、ブラム・ストーカーね。これの、名前が入ってる。まあ実は、この前に出しているはずの動画の、あのフランケンシュタイン、あれもメアリー・シェリーっていう風に入ってて、どうもコッポラはこの辺のものを映像化するにあたってやっぱり偉大な作品だから、この作家のね名前を頭につけたいということでやってる。で、実際彼自身が映画にね、こう原作者みたいな形で、フランシス・フォード・コッポラなんていうのが頭についてタイトルになるようなのが、できたらいいだろうけどね、みたいな。作られるようになったらいいだろうけどね、みたいな。憧れだよね、みたいな感じの話は前に、なんかでしてるんだよね。まあ、そのぐらい、要するに、彼は作家にね、敬意を払うときには、このタイトルの前に原作者の名前をつけると。で、そういうタイトルの付け方をしているところから、もうすでによくわかると思うんだけれども、本来のブラム・ストーカーの書き上げたドラキュラ、ね、過去にユニバーサルとかで何度も何度もドラキュラものっていうのは映像化されてきたけれども、そっちではなく、あくまでもそのブラム・ストーカーが最初に書き上げたドラキュラ。これが、ベースになっていると。なので、原作に基本的には忠実に作ろうということで動いてたプロジェクトで、とはいえ原作のまんまこうやるとね、なんていうのかな、何の工夫もないっていうふうに言われてしまうから、脚本の改変は入ってて、そこで、忠実でありながら映画ならではの要素みたいな感じにしたのが、よりラブストーリーの側面を色濃くした。変えたんじゃないよ。色濃くした。前に出した。で、その上で、映画の冒頭なんかが象徴的なんだけれども、ね。彼、敬虔な、信者だったもんだから、妻が死んだことに対して神を呪うんだよね。うん、で、そこの部分において、このドラキュラ、ブラム・ストーカーがドラキュラを書くに至るまでで、モデルにした、ルーマニアのブラド・ツェペシュ。彼の、なんていうのかな。まあ、彼、ブラド・ツェペシュ自身を、こう、参考にして、ドラキュラ像っていうものを、改めてコッポラが作り上げたっていうところが、まあ、今回の、よりブラム・ストーカーのものに脚色を加えた部分と言える作品なんだけども、まあ、基本的にやっぱり、ほぼほぼ原作通りって言って、いい印象かな。まあ、見せ方の部分で、原作はね、本の、なんていうの、章分けみたいな感じで、誰々の手記とか、ね、船長の記録とかっていうのがこう、たくさんあって、手紙みたいなのとかで、ね、そういうのがこう、いっぱい差し込まれる形で全体の物語を出してるわけなんだけども、それをね、そういう部分を、まあ、うまく整理して、
やってる。あの、船長の航海日誌だけは、やっぱり航海日誌みたいな形で、船の部分っていうのは、もう全体的にシェイプアップされて、小さくはなってたよね。ほんの、何秒と言ったら言い過ぎなのかな。なんだけど、まあ、そういう世界で、あの、ね、ドラキュラが、ロンドンに渡ってくる、あの、旅路の部分っていうのは、省略されてる。なんだけれども、近年になって、デメテル号の最後っていう映画が、一昨年だったかな、公開になったんだけれども、去年だっけ、まあ、何しても、最近公開になったんだけども、その船の部分にだけ、あれは焦点を当てた作品でね。このコッポラの作品では、そこを触れなかったんだけれども、むしろそこだけ触れないみたいな感じに近かったんだけども、そっちはそこだけに焦点を当てたっていうような感じの。まあ、その二つに関連性はないんだけどね。ないんだけれども、ドラキュラの物語を楽しもうと思ったら、なんかこうね、両方見てみるっていうのも面白いんじゃないかなっていう組み合わせだったりはするんだけれどもね。そう。その二つに関係はないんだけども、着眼点として、もうこっちはあくまでブラムストーカーの書いた物語全体の面白さの部分に、ね、原作リスペクトで作った映画。そのデメテル号の最後はそこのコッポラが描かなかった部分に着目して作った映画。そんな感じなので、この二つはあんまりね、比べても意味がないかなと。ちょうどやってないところ同士だからね。で、この作品を公開した頃、その頃のコッポラっていうのは非常に困窮してて、家とかも抵当に入れちゃってっていう状態で、これが失敗したら帰る家がなくなるっていうような状況で、まあ逃げるようにして旅行に行ってて、その旅先で、さらにその旅先で自分で数字を、ね、公開初週末の数字を聞く勇気がなかったもんだから、奥さんに見てきてもらって、数字はいくつだっていうような話になって、それの合計だっていう話で、うわ、やったってなったっていうような逸話があるぐらい、こう、コッポラっていうのはね、こう浮き沈みがね、だから相当ここでは苦しんでた。やっぱりね、地獄の黙示録を撮った時に、非常に予算オーバーをしたんだけど、彼はそこで資材を投入したんだよね。自分のお金を、投入してあの作品を完成させているから、ね、スタジオからお金を投入したわけじゃないんで。だから、まあ当然そういうこともあるよね。だから、ね、今最近のコッポラの動きも、ね、メトロポリス、あれも、ね、らしいな、なんていう感じが非常にするんだけれどもね。まあ、でも自由に作るんだったら、資材で作る方が本当はいいんだよね。だからこれに関しても、だからその地獄の黙示録の時にお金をつぎ込みすぎたっていうようなイメージがスタジオに持たれちゃってるから、なかなかスタジオからは警戒されるような人間だったんだと思うんだよね。で、まあ結局、今回これはほとんどのシーンを、MGM のスタジオを借りて、制作してるんだよね。MGM のね、でっかいスタジオね。まあ MGM 今ではもう Amazon 傘下になっちゃったし、するんだけども。ね、一大企業だもんね。だから巨大なスタジオがあったんでね。そこで、撮影をした。で、ほとんどって言ったのは、ドラキュラがロンドンに来て、日中のロンドンを散歩する。散歩するっていうか歩いてる場面があるんだけども、そこだけは外で撮ってるんだよね。スタジオの中ではなくてね。建物の中ではなくて、そこだけは外で撮ってる。で、今回、コッポラの息子のロマン・コッポラが、第2班の、ね、監督っていう形で入ってるんだけども、
あのコッポラはね映画ファミリーでさ、あの娘のソフィア・コッポラも監督やったりなんだりしてるでしょ。でこの頃からもやっぱり子供は現場に連れてこられたりっていうこともたびたびあったみたいだから、そうもう映画にどっぷり使ってるんだよね。で甥っ子があのニコラス・ケイジ、ね、もう映画人っていう世界だよね、もうファミリーで。まあコッポラの話とかもそういう概略はこの辺にしといて、でもう10分ぐらい話してるのにまだ本題入ってないっていうね。それで、この作品のやっぱり特徴はインカメラで撮影してるっていうことなんだよね。インカメラってわかります？全部カメラの中で処理を完結させるっていうことなのね。今もうこの当時92年って言ったら、CGI がもう全盛って言ってもいいぐらいの時期で、何かやろうって言ったらよしじゃあ CG でっていう、そういう時代ではあったんだけれども、コッポラはねこの作品を撮るにあたって、そのブラムストーカーが、ドラキュラを出版したのは1890年なんだけれども、1900年頃に映画って登場してるのね。でこのドラキュラの作中でも、映画っていうものが出始めた時代を、映してるんだけれども、その当時の技術でもって、この作品全部を作り上げてる。そこに価値があるんだよね。その出始めの頃の映画っていうのは、手品師が手品やってるのを撮ったりとか、まあ、後に特撮って呼ばれるような類の、映像トリックを、ね、音もない状態で見せるっていうようなことが多かった。ね、まあそれがだから新しいエンターテインメントっていうものになっていったわけなんだけれども、今ではね、そういう、その当時の、映像テクニックっていうものを使うことっていうのはもう、ほぼほぼないんだけれども、みんな CG でやっちゃって。なんだけれど、これは、当時の撮影技術を使って撮ってる。まあ、どんなのかって言えば、遠近法を使うだとか、多重露光、逆回し、多重露光もマスキングして、ここだけを撮って、とか、それで巻き戻してここだけを撮ってみたいな。そういうようなことをいろいろやってるんだよね。本腰の機関車が、本ダメの機関車の映像みたいなのがあるんだけども、ああいうのだってね、そう、後で合成じゃないからね、もうそういうフィルムが出来上がるように撮ってる。だから、現像に出して上がってきたら、あとは繋ぎ直すだけ。本当の編集だよね。後でなんか映像処理みたいなことは発生しない。その代わり撮る前の段階っていうのは準備がいっぱい必要だよ。ね。重力を錯覚するように、カメラと役者の向きをね、例えば床を壁にするみたいな仕掛けみたいなのとか、そういう世界の話ですよ。そういうのをやって、撮影するであるだとか、ろうそくがパッと火がつくようになるためにね、作る逆回しでやってパッと一瞬で吹き、なんていうかな、上からやってんだろうなきっとな、吹き消したりとかっていうようなことをや逆回しで撮ったりとかして、もう一切、コンピューター処理っていうものは、投入されてない。それでね、もう影の演出とかが、まあ、見事なわけ。見事としか言いようがないわけ。で、隅々に至るまでね、演出的な、遊び心みたいなのが入ってたりとかするもんだから、これはね、だからその撮影前段階で相当大変だったんだろうなという、
準備がね。撮影自体は、2つに分かれて両半ともで、両半ともだいたい70時間弱ぐらいで撮影が終わってんのかな。だから140時間ぐらい。で、撮ってるんだ、取り上げてるんだけれども、結局さ、インカメラで全部完結させるっていうことは、何をしたんだっけ？あ、そうそうそう。インカメラで完結させるっていうことは、その前の準備っていうのは、もう相当テストとかを繰り返したり、試写でこれがうまくいくかみたいなことを試しに撮ったりみたいなことを相当繰り返してるはずだからね。だから、撮影で、まあ、70時間弱、2班に分かれて、それぞれが70時間弱って言われても、まあ、賞味はそれじゃないよね、きっとね。賞味の時間は僕にはちょっとわからないんだけれども。ね、本当、いや、これどうやって撮ったんだろうって思うような、カットがね、いっぱいあるんで、そういうところを、これどうやってやったんだろうって考えたりしながら見てみるのも非常に面白い作品になってるんでね。なので、僕はこれ大好きで、動画でちゃんとね、おすすめしたいなってずっと思ってたんだけども。まあ、いろいろポチョポチョ撮ってはいたんだけど、フランケンシュタインは前に撮ったけれども、その後にしようって思ってたから、アカデミー賞が入っちゃったりなんかして、今になったんだけれども、そう。非常にね、映像的に見応えもあって、で、原作に忠実に作ったというだけあってね、まあ僕原作も読んでるんだけども、そう、非常になんか、ドラキュラのストーリーをね、広く、ちゃんと伝えた映画だなという。ドラキュラってラブストーリーだからさ、やっぱりどこまで行ってもね。そう。で、吸血鬼物っていうのはドラキュラから火がついたんだけども、それよりも前にね、すでに書かれてて、その時はそんなに、ね、というかもう全然当たらなかったんだよね。で、その話はまあまた別の機会にね、それが関連してくる映画っていうものがあるんでさ、そこで話をしようと思うんだけれども。そう。で、今回キャスト陣だよね。ゲイリー・オールドマン。ほんと彼の、なんていうのかな、怪演っていうのはさ、もう怪演俳優って言っていいぐらいだと思うのね。この、ドラキュラの演技っていうものも、ね、非常に素晴らしくてね。で、これは、石岡英子さんっていう日本人のデザイナーが衣装デザインをしてて、まあ、コッポラ曰く、衣装はセットで、セットは照明だっていう言葉を残してるぐらい、もう衣装に徹底的にこだわってるんだよね。で、ゲイリー・オールドマンがこれで冒頭のシーンで、かっこいい甲冑を、もう筋肉みたいな感じの、甲冑を着てるんだけど、あれがもう非常に動きにくくて、で、芝居中何度もね、途中外れちゃったりみたいなことを、繰り返しながらなんとか撮影を乗り切ったみたいなんだけれどもね。そう、そういうのにも負けず、あの怪演ぶりを見せてくれてるっていうところがね、まあやっぱり素晴らしい俳優だよね。で、もう一人の主演女優だよね。ウィノナライダー。もう32年も前。さすがに、もう、めちゃくちゃ可愛いよね。一番良かったぐらいな言い方の方がいいくらいなんじゃないのかな。もう本当に。また衣装とのこう組み合わせで、ゴシック調のね、美しさっていうものが、立ってたりなんかもするから、余計そう感じるんだろうけれども、まあ、ウィノナライダーが可愛い。で、インカメラでの撮影だからもう実際血の中に横になるだとかっていうようなこととかもやってるわけなんだけれども、まあ若さでよく頑張ったよね。だって、もう頃、まあ、僕だってまだ20、
20代入ったぐらいの頃だから、100に出てきちゃった。20代入ったぐらいの頃だったから、そういう昔ながらの特撮技術っていう撮影技術っていうのは、ね、映画学校行ってる時でもそんなにやるもんじゃなかったからさ、手ぶれ防止装置みたいなのを作ったりもしたけども、そうだよね。割と、なんていうのかな、俺、その頃はまだ本とかを見ると、ああ、こうやって撮ったんだみたいな種明かし本みたいなのがあったから、ね、僕らはそういうのを見たりはしてたけれども、ウィノナライダーなんかはね、そういうのを見てるとは思えないもんね。よく頑張ったよね。で、やっぱり、ゲイリー・オールドマンと同じぐらいの怪演ぶりを見せてくれてるのは、アンソニー・ホプキンスですよ。バン・ヘルシング教授。ね。まあ、一番突き抜けたバン・ヘルシングなんじゃない？多分。バン・ヘルシングっていうアメコミのベースの作品っていうのはまああるけど、あれはまあ別として、そうドラキュラっていう形での、バン・ヘルシングの中では多分一番こう変わり者になってたんじゃないのかなって。でアンソニー・ホプキンスってどうもリハーサルが嫌いらしいんだよね。なのでどうやるのか分かんないで大変だったみたいなんだけど、そうまあそのだけのものはあるよね。もう見応えのある芝居を見せてくれる。でやっぱりね、キャスト陣で一番こうここが面白いなって知ってた方がいいっていうか、頭にあるとパワーバランスってものが見えて面白いなと思うのは、キアヌ・リーブスがハーカーを、ジョナサン・ハーカーを演じてる、ウィノナ・ライダー演じるミナの婚約者がね、ジョナサン・ハーカーを演じてるんだけれども、これ撮影直前までは彼じゃなかったんだよね。ジョニー・デップが、ハーカー役をやるはずだったんだけども、当時まだジョニー・デップの知名度がそこまでではなかったんで、スタジオからゴーが出なかった。コロンビア・ピクチャーズがうんと言わなかったんだよね。で、結局、スタジオ側の要望があってリキャストされて、撮影開始直前にキアヌ・リーブスになったっていう経緯があったりなんかしてね。まあ、ジョニー・デップのバージョンだったらどうだったかって考えてもしょうがないんだけども、また全く別のものになってただろうし、キアヌだったから良かったんだろうっていうふうに今は思いたいよね。ジョニー・デップも名優だからね。だから、全体にいいものにはなってたと思うんだけども、彼の方がきっと超えてたに違いないとかっていうことは、この映画においては考えたくない。もうなんか神の采配でキアヌになったんだっていうふうに思ってた方がさ、なんか幸せなんじゃないかなって、そんな気がするよね。はい。非常に作品として、ストーリーを楽しむ上でも面白い作品で、なおかつ映像美っていう部分も、非常に素晴らしいもので、今となってはもう廃れてしまったやり方、それがもうどん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 フルに投入されて、現代の技術っていうものは一切使われてない。そういう形で作られた映像。ね、それと、コッポラのセンスですよ。卓越した映画センス。それが非常に光る、もう、珠玉の傑作と呼んでもいい作品が、この、ドラキュラ。ね、本当は正式なタイトルで言うならば、ブラム・ストーカーズ・ドラキュラと言うべきなんだろうけども、まあ、日本配給ではドラキュラという形で、タイトリングされているので、ドラキュラという形で紹介させてもらいました。今ならね、もう見る手段はいくらでもあるだろうから、ぜひとも見てもらいたいなと。できることならね、これ 4K で見てもらった方がいいんだけれども、まあなかなかそうもいかないだろうからね、ぜひ機会を作って、32年前の作品です。はい、この辺で終わりにしようと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。